お時間となりましたので、ただいまより熟年生活講座脳と進化と意識パート1になりますが、こちらの方を開催させていただきます。本日は NPO 法人オールアバウトサイエンスジャパン理事の西川真一先生にご講演いただきます。西川先生には平成26年度より4年連続この熟年生活講座パート1の講座の方にご登壇いただいております。前年度まではゲノムをテーマに講演解説をいただいておりました。今回は私たち人間の行動を司ります脳の進化と、そしてそれにまつわります意識につきまして、詳しくまた分かりやすく解説いただきますので、最後までどうぞお楽しみくださいませ。また講演いただきました後、質疑応答の時間を設けさせていただきたいと思いますので、せっかくの機会ですので、ぜひとも聞いてみたいことがある方はご質問くださいませ。なお受付時にアンケートの用紙を配布させていただいております。こちらの方も今後の講演の参考とさせていただきたいと思っておりますので、ぜひご記入の方をお願いしたいと思います。それでは早速西川先生にご講演いただきましょう。先生、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、皆さんこんにちは。結構見慣れた顔もたくさんおられるようで、大変申し訳なかったんですけど、7月にこれを やる予定で、ところが、旅行中に事故が起こってしまって、今まで伸びましたけれども、これからちょっと自分のエリアとは全く違う脳という話をしたいと思っています。で、はっきり申し上げますけども、僕はずっと基礎研究やってましたけども、脳科学については全くやったことがない。で、あんまり好きでもなかったですね。で、結構難しいから。で、なんでじゃあ今こんな脳のことを一生懸命いろいろ勉強してるのかなっていうと、はっきり言うと皆さんも現役退かれた人たくさんおられると思いますけど、現役を退くということは要するに解放されるということですね、今までの仕事から。で、仕事から解放されるっていうのはどういうことかというと、何してもいいということ。で、何してもいいときにやっぱり何がしたいかなと、皆さん、それぞれ考え方は違うと思いますが、僕自身がやっぱり一番したいなと思うのは自分のことを知りたいと。で、自分のことを知ろうと思うと、やっぱり自分は生物だし、ゲノムの話も全部ゲノムは半分専門ですけれども、やっぱり自分のことを知ろうと思うと、やっぱり脳のことを知らないと、やっぱり自分とは何かということは分からんわけですね。ですから、そういう意味でいろんなものを書いたりもしてるんですけども、脳のことに関しては、自分のことを知るために、ちょっと勉強しているというふうに思ってもらっていいと思う。ですから、この講座ではですね、僕の脳を考えていただいても仕方がないので、皆さんとこういうお話をしながらですね、自分の脳のことを考えていただくというふうにできればと思っています。で、僕ら自身その、医学をやってきたわけですけども、17世紀にですね、人間っていうのは極めて複雑ですけれども、これを心と体に分けて考えようという動きができます。デカルトという人がやったんですけれども、これが結構医学にはとっては良かったんですね。どういうことかというと、分かりやすいところだけ引っ張ってきて、でそれで、病気であったりいろんな、体の仕組みを調べればいいと。ですから、これ心と体って書いてますけれども、体は機械やということを考えて、で心はもうちょっとほっとこうという話で研究、いろんな、人間の理解が進むんです。で、これはね、やっぱり本当に科学、特に医学を進めるすごい力になったですね。で、17世紀って、皆さんどんなんか、かなり、キリスト教の支配がヨーロッパで強い時代ですけれども、この時にですね、カトリック教会も人間の体が機械で心は神様と共にあるという話になるんですね。
ちょっと問題はですね、この時に人間は聞く、あの心と体、すなわち機械と、まあ、あの心があるんですけども、犬やとかと動物は機械やという話なんですね。心がないと。だからですね、有名な話があって、まあ、パリでですね、その妊娠した犬がですね、道を歩いていると。で、まあ、どこの子供も残酷ですわ、子供がですね、その犬を蹴り寄ったわけですね。まあ、お母さん怒りますよね、そんなことしたらあかんと。ところがそこへわざわざ牧師さんが出てきてですね、お母さん怒ったらあきませんと、あれは機械ですと、痛みも何も分かりませんっていう、本当にそういう話があったんですね。ですからやっぱり、あの、まあ、心と体に分けるっていうところで、皆さんが今、まあ、さまざまな恩恵に預かってる医学というのはそれで進んだんですけども、しかしその時に、まあ、分からん、例えば道徳であるとか、心であるとか、まあ、いろんな問題、この時に絶対に簡単には分からへんな、もう神様の話にしとこうという話をした、この心の働きというのが脳の働きなんですね。ですから皆さんはやっぱりその今までは心と体と分けて考えてられたかもしれませんけども、21世紀、まあ、皆さん生きておられる21世紀というのはですね、心と体を統一して考える時が来てる、まあ、そういうふうに思います。でところがですね、これやろうとしても簡単ではない。でそれは脳が超複雑なんですね。で複雑を越してます。でこれはなぜかというとですね、実際に脳にはだいたい1500億個ぐらいの細胞があります。で1500億言うとどんなもんかというと、まあ、これ一つの細胞が一つの、どう言いますかね、コンピューターのコアへとしますと、だいたい神戸にある K にはですね、だいたい8万個の CPU、 8万個の CPU が電線でつないだんですね。で、実際には70万個のコアからできてますが、これもなんか1000億個から考えるとですね、もう極めて単純ですよね。だから皆さんの脳の中にはですね、その経営をびっくりするぐらい、何倍ですかね、僕も要計算せんけど、70万を、まあ、1000億を70万で割ってもらったらいいんですが、まあ、大変大きな、もう 何万倍という違いがあるわけですね。そのコアに当たるものがもう皆さんの頭の中にあるわけですね。でそれがですね、しかもコンピューターの場合ですね、基本はだいたい最初の設計では同じようにつながりますけれども、神経同士のつながり方がそれぞれ何十通りもあるわけですね。何十通りもあるわけです。だから例えば、手を動かす神経と物を聞く神経とでは違うつながり方してるわけですね。だからもっと驚くのはですね、これ記憶、皆さんこれ、まあ、60年70年生きておられる人おられますけども、例えば70年生きているというと、これはその脳がじっとしてくれてるわけないですね。軽コンピューターでじっとしてますけども、じっとしてくれてないですね。毎日毎日書き換わってます。後でそれを話しますけれども、書き換わったそのこれまでの経験が全部蓄積されてるわけですね。そうすると時間のファクター、それから超複雑、もともとコアが多いで、結ばれ方が全然違うということで、まあ、はっきり言ってこれ皆さんの脳をどんだけ詳しく調べさせてもらっても全部のことが分かるもんではないだろうというふうに言えます。だから、まあ、70年の人生でどういうことが起こったかというのが全部分かるということは多分ないと思いますね。それぐらい超複雑で、僕ら まあ、いろんな持っている方法論も超えてます。でしかしですから、そのまあほっといてもいいじゃろうという話になったんですが、しかし今まで皆さんはですから、こんだけ超複雑なものはもうわざわざ自分で考えることはないだろうというふうに思っておられたかもしれませんが、しかし結局科学も
完全に答えることができないとすると、やっぱり大枠をですね一度考えてみられる価値はあると思うんで、でそれはなぜかというと、皆さん、もちろん脳の病気になる、誰でもが脳の病気になる可能性があるわけですね。で脳の病気というのはだいたい600種類ぐらいあります。で、皆さんも間違いなくですね、なんかちょっと脳震盪を起こしたとか、ちょっと頭が痛いとか、そういう話で言うと、実際70億人の人間がいるとすると、だいたい5人に1人はですね、脳の簡単なものから複雑な病気になっただろうというふうに考えられています。でしかしその中ではもっともっと深刻なものありますね。例えば子供だったら自閉症、これも脳の病気です。から、現役の方だったらうつ病であったり、統合失調症であったり、でこれも脳の病気ですね。それから僕らも付き合いが深いですけど、市役所の方の中でもパーキンソン病、でこれは運動の障害が起こります。それからやっぱりお年を召す必要もないんですが、記憶が障害されるというアルツハイマー病、こういうものがやっぱりその脳の病気としてあるんで、これをやっぱり理解する。でまた皆さんにもそういう常に危険があるということから考えると、自分の脳っていうものをある程度理解してですね、不幸にもそういう病気になった場合に対応していく。で実際にですね、残念ながらこういう病気のほとんどは脳の場合治療法が確定してないんですね。いろんなこと言いますけれども、なかなかこれは治療が難しいものが多いということで、ですからやっぱり脳のことをちゃんと知っておくということは大事ではないかなというふうに思います。でそれ以外にですね、今結構これ、話題になりますように人間を超える人工知能ができるんじゃないかとか、いろいろ言われるようになってきてますけれども、こういう機運もですね、私たちの脳っていうのはどういうものかっていうのを考えるにはものすごく重要な機会になると思いますね。できれば、こういう問題も最後の方には考えていきたいなと思いますけれども、一つだけちょっと言うとくと、やっぱりコンピューターが賢いわけないですね。でこれは大事なことで、その全ての人工知能は人間が作ったものですから、だから決してその機械が賢くなるというふうなものではないということだけは、考えておいていただければいいかなと思います。ですから今回はですね、神経の科学を一つ一つ細かく話をする気は全くないです。で人間の経験や、そういうものに即してね、ちょっと考えていってみたいなというふうに思います。ですから皆さんの経験であるとか、ですから本当のところ、先ほど言いましたように人間の脳は超複雑ですから、僕が言うここで言うこともあんまり当てにならんことも多いと思う。それはちゃんと分かってないことが多いからですね。でとはいえですね、しかし神経の最低限の知識っていうのはちょっと持っておいてもらわないかんので、今回は主にそうですね、高校生ぐらいから大学生の初めでちょっと勉強してもらわないかんぐらいの最低限の神経の知識ですから、ごめんなさい、ですからまず皆さんの脳を考えてくださいということですけども、それをやるための最低限の神経の知識をちょっとだけ話をしとこうと思う。ですからここはちょっとお勉強になりますね。それでまず脳の中には例えば肝臓には肝臓の細胞があります。だから腎臓にはいろんな細胞がありますし、それから、筋肉には筋肉の細胞があるわけですが、脳の中にはですね、やっぱり他の器官と違っていろんな形をした細胞があるんですが、それがみんな神経細胞です。で例えば肝臓だったら血管の細胞と肝臓の細胞とは違いますね。で肝臓の場合はアルブミン作ってくれたり解毒作用してくれたりするんですが、神経の場合はですね、もうしっかりと共通性があります。でそれは興奮してですね、
刺激に対してちゃんと反応するっていうことなんですね。で、刺激に対して反応するっていう共通性があるんですが、これものすごく違った形をしてます。英語のとこは気にせんといてください。で、結局形見てもらうと分かるように、両方に対照的に枝葉が分かれてるやつがある。それから、一番目、それからもう一つ、そうですね、それから片一方の方に長い神経があるものがある、あるいはもうそういう長い神経がないものもある。で、実際皆さんの脊髄考えていただくとですね、足のこの尻尾の先まで出てくるやつでいうと、もう1メーター以上の神経はあるわけですね。1個の細胞が1メーター以上あるわけです。だからそういうぐらいいろんな大きさあるいは形が違うわけですね。だから先ほど言いましたように、神経はつながり方も違うんですが、そのつながり方も、これつながる端っこのとこ見てもらうとですね、枝分かれがいっぱいありますね。だから先ほど何十種類かのつながり方があるって言いましたけど、そう本当はもっともっと違いますね。それはなぜかというと、この下の方にこう足が分かれてますけども、これがまたむちゃくちゃ多様ですよね。ですからこれは、神経のつながり方というのは、これも天文学的やと思ったらいいと思うね。で、こういう神経をですね、一番最初にちゃんと記載した人っていうのがいるんですね。で、これはノーベル賞をもらわれた人ですけども、1800年代にこのラモン・カハールという方が、1892年って書いてますね、これ神経の研究して、こういういろんな形の神経を全部スケッチに残してるんですね。で、なんでこの人がこんだけいろんなことが神経の形分かったのかというとですね、これ神経を染める方法を開発されたんですね。銀を使った、都銀染色と言いますけども、銀を使うと神経って結構黒く見えます。で、それを全部スケッチしはったんですね。で、これはと網膜ですね、網膜の実際にどういう構造になっているかと、もっと本当に綺麗な神経が、しかし数、いろんな数、違った形の神経があるということですね。これあれかな、いや、ポインターでないですか、ポインターない。だから一番下も、これも神経なんですね。これも神経、これも神経で、もちろんこの中には、ちゃんと見たりする神経があるわけですけども、だから網膜といえども、これだけ複雑で、つながりも全部違うんですね。で、さっき言ってたように、これぐらい足伸ばしてるといろんな細胞とひっついてますから、そういう意味で多様性はどんどん増えますよね。で、しかしながらですね、これだけ複雑なんだけども、神経が興奮するというのは極めて単純で、これはね、ちょっとぜひ覚えてほしいんですけども、神経がなんで興奮できるかと、これはですね、電気を流すか流さないかっていう、この抵抗ですね。だから電、ここが電線やと思ってる。電線があって、抵抗があると電気流れませんわな。で、ところがそのスイッチで抵抗がパッと消える、スイッチが入ると、逆に電気流す場合スイッチが入る方ですけども、スイッチが入ると電気が流れる。皆さんそれ当たり前のようにやってはりますよね。あ、サンキさん。だから、それから皆さんの家のスイッチの逆やと思ってもらった。で、それは何でかというと、これは電気を供給して、電気を流してるんではなくて、この場合は食塩のナトリウムですね、ナトリウムを流してるんですね。で、ナトリウムも要するにイオンですから電気があります。ですから普通の時やと細胞の外と内でナトリウムは流れてこないんですが、ところがこれが開くとナトリウムはさっと流れて細胞が興奮するんですね。ですからもう
要するに電気と同じだと思ってもらったり、ただし電気の場合はエレクトロンを使うんですが、この場合はナトリウムを使っている。 ですから常にナトリウムは外側にあるのが多くて内側にあるのが少ないという状態に保たないとダメなんですね。ですからそういう状態が壊れてくると神経が動かなくなります。でも基本はもうこれがつながって、実際に長い神経だとですね、隣同士でこう順番にその電気が流れて、またここが開いて電気が流れるとしてる。これ一つだけちょっと言い忘れましたが、これなんで開くのかというとですね、これはっきり言うと電気で開くんですね。電位が変わると開くんです。これはもう普通の皆さんの家庭で考えられてある電位と思ってもらったり、これなんで電位だからこそ皆さん雷に打たれるとやばいわけですね。だから電位が変化するとこれが開くんです。わかります？だから周りの電位が変わると、ナトリウムと違いますよ、電位が変わると、電位というのはこことここの電気の差ですよね。でそれが高くなる、低くなるとパッと開いて急にそこで流れます。ですから流れるとまたここで電位が変わりますから、隣で、ですからそれがつながるんですね。ですからここでパッと開いてナトリウムが流れると、ここがマイナスになってここプラスになりますから、電位が変化するとまたここのやつがパッと開くんですね。だから長い神経でも順番にこう開いていって電気が伝わると、ちょっとややこしいことやってます。だから皆さんの神経細胞全部これはこのパターンで動いてる。ただですね、1メーターの神経をこのちょっとずつやってるのは大変なんで、実際には1メーターの神経ぐらいにはこういうちゃんと絶縁体っていうのがあるんですね。でこれがミエリンっていう分子なんですけど、そうすると絶縁体を飛び越して電気が伝わるので、その脊髄の神経なんかは普通の神経より早く伝わる。それでもですね、皆さんいろいろ瞬間的にいろんなことやれてると思ってられるかもしれませんが、これやっぱり神経は遅いです。伝わるのは遅いですから、どう言いますかね、僕が今と考えてる時にはいろんなものが集まって今と考えてるわけですから、だからそれぐらい神経の反応というのは遅いもんやというふうに考えてもらったらいいと思います。ですから神経ができるためには、今覚えてほしいのはこのナトリウムを電位分かりますよね、そのボルトに応じてナトリウムを通すチャンネルと言いますけれども、通すこのナトリウム、電位によってナトリウムを通すチャンネルがであるということが神経なんですね。これがないと神経とは言いません。だから全ての神経はこの機構を持っているわけです。ですからいつ神経が進化の時に できてきたかっていうのを考えるときには、これはそんな難しくなくて、このナトリウムのチャンネルがどの動物からあるかなというのを見ればいいんですね。でそうすると神経はいつできたかっていうのは大体わかります。で実際にですね、皆さん、ちょっと線もヒラムシっていうのは見たことないでしょうけれども、海綿は見たことありますよね。で海綿使ってることは使ってると思うんですけど、海綿には神経がないです。でところがですね、実際にクラゲイソギンチャクの四方動物と言いますけども、クラゲイソギンチャクはなんとなくやっぱり神経がありそうですよね。でもちろんクシクラゲって、これはクラゲとは違うんですよ、クラゲと言いますが、クシクラゲ、ものすごく綺麗な透明の海の動物ですけど動きます。でこういうこの四方動物、こうなんか物をキャッチしたりそういうことをする動物から神経ができてるんですね。すなわち先ほど言いましたちゃんと
電圧を感じてソリウムを通す、あ、ごめんなさい、エナトリウムを通すチャンネルがこういう動物にはあって、こちら側にはないんですね。ですからバクテリアにもないです、電気をね。で、大事なことはですね、こういう動物とこういう動物を比べると何が違うかというと、運動ができないですね、あんまり。でキャッチして魚を取る、それからどっかに動いていくっていうことがこういう動物はできるようになってますが、と、まあ、あのじわじわとは動くんですが、海面見てもらってもピタッとついてあんまり動かない、植物か動物かようわからんようなもんですね。そういうもので考えると、やっぱりこういう神経ができてきたっていうのは、だいたい筋肉と一緒にできていくんですけども、ですから筋肉と神経はだいたい仲間やと思っている。で、そのチャンネルもそうなんですが、でそうすると動く、あるいは餌を捕まえるっていうようなことをやるために神経というのが発達してきたというふうに考えたらいいと思うんですね。で、最も単純な神経系っていうのがありましてですね、例えば一番分かりやすい神経系というのはですね、これゴカイの幼虫なんですね。で、まあ、ゴカイは皆さん知っても、あれはもうしっかりしたあのちゃんとあのなんていうかな、そのムカデみたいなやつですわ、ね、でしっかり。ところが幼虫はものすごく単純でですね、あの海に浮いてます、プカプカ浮いてるんですが、ここに繊毛が真ん中にあってですね、で、光があると光の方に向かって泳ぐんですね。で、この光を、まあ、感じるのが色素細胞なんですけども、でそれを感じてその繊毛に伝えている神経が五回には、五回の幼虫があって、実際にはこう2本あるだけなんですね。ですから、ごめん、こういう決してこう神経がいろんなあの複雑に交わってなくて、色素細胞と光、まあ、光を感じて繊毛に伝えるということだけをやってる。でそのおかげで繊毛の動きを光に、反応して変えることができるね。ですからこのものすごく単純な経緯から考えられるのは、要するに神経ができて動くという能力と、まあ、それが発達していって最終的にこうものを感じるという能力ですね、そういうものが神経にみんな集まっていったというふうに考えてもらったらいいと思います。あんまりまあ難しいことを考えてもしゃあないんですが、ですからそれ光に感じるというのはです、光を感じるというのはもう昔からこの別に動物ができる前からあります。で例えば植物だって光を感じて光合成してるわけですね。ですからそういう意味で光を感じる仕組みというのはもう、ずっと昔からあるんですが、それを伝えて繊毛に伝えるというのは神経ができてからなんですね。なんかこういう意味でですね、やっぱり、まあ、神経というのはどんなか、風にできてきたかなっていうのが分かると思います。ただですね、これはものを伝え、感じて伝えるだけですよね。で、それではやっぱり皆さんと同じようなあの神経系というのはできない。で、それができるためにはですね、もう一つこれを覚えてもらわないかんのは、シナプスというものがないとあかんですね。で、シナプスは神経と神経がつながるときに必ずシナプスでつながります。で、これ 電線と電線をピュッとやったらつながりますわね。クククッと回すだけでつながりますわね。で、そういうふうには神経はできてないですね。すなわちシナプスというものを介さないと、A という神経から B という神経には要するに信号が伝わらない。で、ここだけがね、これもちょっと覚えてる。さっき、全ての神経は全部ナトリウムのチャンネルでいってると言いましたけども、シナプスだけはカルシウムのチャンネルなんですね。だからナトリウムのチャンネルが来るとシナプスの近くでカルシウムチャンネルが開きます。で、カルシウムチャンネルが開くと
細胞の中にあった、例えばパーキンソンの人が困るドーパミンとかですね、それからグルタミンとか、まあそういういろんな細胞の中に溜まっていて神経の間でものをやり取りする、まあ、伝達するための分子を吐き出さすんですね。でこれがあの神経伝達です。ですから神経は全部ソディウムの、まあ、ごめんなさい、ナトリウムのチャンネルを持っていると。でそれが伝わってシナプスに来るとシナプスを越えて次の、神経に伝わる。でここでですね、先ほど言ったいろんな伝わり方があると言いましたけれども、パーキンソンの人はドーパミンがうまくいかない。でこれはドーパミンっていうのもここにあるんですね。それから、まあ、皆さんしてアセチルコリンっていうのがありますね。筋肉がわっと動くときにアセチルコリンっていうのも一つのこういうものを伝えるためにあります。それからグルタミン酸、こういうものもみんなありますね。それからまあアミノ酸やから自分どんどん食べたらええっていう話もなんか本当は良くないですよ。ですからあの一時例えばあのグルタミン酸どんどん食べておいしいおいしいっていうのはいかんっていう話になったのも、こういうグルタミン酸も神経を伝えるため、神経同士でものを伝えるためにあるということが分かってきたからなんですね。ですからもうここで使われるものは全然違った種類が使われますから、そうすると一つの神経にいくつもの刺激を与えることができるんですね。だから神経ごとに違う伝達様式が作れますから、まあ、ここで多様性を稼げるんですね、むちゃくちゃ。だからもう要するにね、膨大に複雑性が上がっていくというと、もうあんまり考えてねえということになるんですけども、で実際にシナプスの進化を見るとですね、シナプスで使われている分子は全部もう本当に大腸菌のレベルからあります。しかしながらシナプスという構造ができたのは初めて、先ほど言いましたようにこの多細胞動物で、結構高等化したものだけなんですね。だからそれより前の、例えば先ほどの五感の神経はそれこそ電気と電気がピッとついとるだけなんですね。あんまりシナプスという構造はね。ところがきちっとシナプスができてくるとですね、これはやっぱり神経が一大革命したと思う。でそのおかげで結構昆虫も含めてですね、まあ僕らの哺乳動物もそうですけども、あらゆる動物が神経を持った動物ができていったわけですね。だからこのシナプスっていうものは神経と神経をつなぐ一つの新しい方法ができることで、これだけ僕らの脳が多様化できるというきっかけになったんですね。ですからじゃあなんでシナプスが優れとるのかっていうとですね、これ先ほど言いましたように神経でいろんな形をしてるっていうのはこれシナプスができるからなんですね。すなわち一本の神経にいろんなところから神経が伸びてきて、でシナプス作ればいいわけですね。だから一本の神経に一個だけ電線を乗せるんじゃなくて、違った電線が一本の神経に伝わってくる。そうすると一つの神経をたくさんの神経で、調節するというか、まあ、はっきり言うと皆さん一人がですね、多くの人の意見を聞いて要するに物事を決めれるようになっていくんですね。まあ、多くの人の意見を聞くとですね、まあ船は山に登るかもしれませんけども、まあ、それでもやっぱりいろんな意見を聞いて一本の神経がものを決めれるような構造があるというのもむちゃくちゃ重要なことですね。だからこの神経がシナプスを通していろんな神経、しかも複数の神経と結合できることで、どん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 複雑なネットワークができるようになった。これはやっぱり、まあ、コンピューターの人たちもね、同じようなことをなんとかコンピューターで実現できへんかと思ってやってるぐらいすごいことですね。
でこれができると途端にですね脳というのができ始めます。で実際にですねちょっとここで一つだけ考えてもらうのは、まあこれ皆さんの頭の中にこういう神経のネットワークが複雑です。だけどねこれさっき言った一つの原理で興奮してるんですね。要するにナトリウムのチャンネルとカルシウムのチャンネルの活動だけでネットワークができてる。すなわちこれ皆さん私の話も聞いていただいてるけど聞いて見て感じてられるわけですけども、それは全てですね同じ原理で処理されてるんですね。こう分かります？だから要するにはっきり言うと全部一回電気に変えてる。だから見てることも聞いてることも全部一回電気で変えてるんですね。でそのおかげで見るということと聞くということと味わうとか匂うとかそういうものを同じ土俵で処理できるんですね。でこれはですね他の細胞の系にはないことなんです。だから、要するに見るっていうのは物理的刺激ですよね。それから匂うというのは化学的刺激、それが同じように処理されるということはまず他の生物の仕組みではないんですが、神経はそれを可能にしちゃったんですね。ですから聞いてるということと見てるということが一緒にちゃんと処理できるようになってきて、まあ、皆さんが複雑なことを考えたりやったりすることができるようになった。これも全部この神経という単純な原理でネットワークができておって、それを全部処理をするようになった。でこのおかげでですねはっきり言ったら脳ができ始めますね。脳がですから脳っていうのはこの、まあ、地方動物っていうのは脳がありません。ただただ、ネットワークがあるだけで、これはシナプスがちゃんとないからですね。ところがもう前行動物で、まあ、昆虫とかそういうものができ始めると、これはすなわちシナプスができ始めるとすぐに脳ができ始める。でこれはネットワークを作っておくとネットワークだけで全てを処理できるようになるからなんですね。だから私たちの脳はこのシナプスのおかげで実現し、でネットワークがあるならそれをまとめておこうという方向で物事が進化が進んだんですね。ですから別に昆虫と例えば私たちはまるっきり違う進化しますけれども、基本的に神経を持ってシナプスを持ってるというところでは共通だから同じような脳ができちゃうんですね。でやっぱり目ができて、でそういうことが全てあるのもこのシナプスのおかげです。で一旦脳ができるとですねどういう構造になって、これはもう何でかというのはちょっともう忘れてほしいんですが、この脳をですねバラバラにたくさん脳を持ってるということはなくなってきます。でどっかに一箇所にまとめていきたい。でなんでそれするかなというと、やっぱりなんかバラバラにしとくとやっぱり複雑な問題をですね、まあ、あっちこっちに統合できないから、例えば足があっちこっちに動いてしまうとかそういうことが起こっちゃうわけですね。ですから体が大きくなればなるほど脳は一つのところにあってちゃんと全体をコントロールする。で、まあ、皆さんやっぱり指令とどこでもそれこそ電車でもどこでもバラバラに司令塔があるわけじゃなくて、一つのところで全部、いろんな情報を処理して命令を出すということが行われて、ね、そういうことで脳ができます。でその究極の結果が人間の脳なんですね。ですから人間の脳はですね皆さんの脳はそうなんですが、要するに場所にちゃんと分かれとるんですね。すなわちバラバラにいろんなものが勝手にあるんではなくて、ちゃんとまとめてあるんですね。で、ものをよく考える知性のところはこの前の方にあります。で、そのちょっと真ん中辺がですね、運動をする方と、それから、まあ、皮膚の感覚ですね、筋肉も含まれますが、感覚、
それから音を聞いたり匂いを感じたりいうのがこの辺にあって、それから目が目を見るところっていうのはやっぱりこの後ろにあります。まあもっともっとたくさんあるんですけども、実際にはここが中心になります。ですからここをですね、皆さん脳卒中で失われると目はもう全然問題ないのに見えないということが起こってきます。面白いのは、面白いとは怒られますけども、見えてるのに見えないっていう人がいるんですね。で、ずっと歩いていって、はっきり言うとちゃんと障害物は避けられるんやけども、あ、避けませんよ、見えてるんですかって聞くと、いや見えてませんって言わ。でそれはですね、やっぱり見たものがまとめておいてきちっと処理する仕組みとして脳がちゃんと分担してるからなんですね。で感情は感情でまた真ん中の方にありますし、後で出てきますけども、まあ、そういうものをバラバラに、まあ分布させておくんではなくて、確実に必要な場所にまとめておく。でそれをですね、例えば皮膚感覚とか運動なんかでやりますと、ここを縦切りにするとこういう感じになってですね、例えば手というのはいろんな神経ができてますから、要するに使ってる神経の領域大きいですね。でところ足なんかはあんまり感じてませんから領域少ないですよね。それから顔はもちろんいろんな感じがありますから、要するに使ってる領域の大きさはですね、周りの神、その僕らの末梢にある神経の数に応じてここまでちゃんとあるということ。だから末梢でたくさん神経があればあるほど、それは脳の方でもたくさん使ってるということがある。だからどう言いますかね、マウスになってくると手は器用はないですからね。人間と違って手は器用はないです。マウスは歩くだけですから、これがもっともっと縮みます。で人間はこういうふうに手が器用ですから、これだけ大きいエリアを手に必要です、ね、運動にも感覚にも必要です。だから知覚のものをちゃんとまとめていくということを神経をやってるんですね。でですからその動物ができていくときに、それぞれに必要なところを大きくしていきます。でこれ神経のすごいのは、ともかくどんどん大きくして複雑にしていけるんですね。だから人間は極めて複雑ですけれども、もっと例えば下等の動物だと単純ですよね。で実際いろいろ見ていくとですね、例えばカエル、それからマウス、それから魚とかいうのを見るとですね、実際に生命に関わるような場所っていうのはあんまり変わらへんのです。僕らも息をしたりとかそういうところは、しかしやっぱり人間になってくると、このなんていうかな、この、肌色のところですね、すなわちどん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 ものを考えたり感じたりするところが大きくなってきます。ですから要するに脳は細胞さえ増やせばいくらでも複雑化できる、こういうやっぱりものすごい、まあ、重要性が、なんていうかな、その可塑性というかフレキシビリティがあるんですね。免疫をちょっと考えるとですね、マウスの免疫も人間の免疫もあんまり変わりません。だからいくら複雑にしてもあんまり役に立たんね。と脳だけはですね、やっぱり動物ごとにこれだけ違いを生み出すだけの、まあネットワークですから、可能性が出たということですね。でこれがやっぱり脳の大事なポイントです。でじゃあ今こういう研究は実際にですね、どういうふうに行われるのかっていうことを最後にちょっと、ちょっとお話をします。でそこでまあどうですかね、基礎的な話は終わりますが、でやっぱりこれなんとなく話はそれでいいんですけども、それはどうやって分かるのかということもやっぱりある程度理解してもらいたい。で要するに、まあ、研究をせないかんわけですね。で先ほどから言いましたように、これ研究するっていうのはいろんな例えば病気の診断やとかにも役に立ってきますから、
こういう方法をやっぱある程度知られると自分が何されてるかいうのが分かります。で、例えばですね、先ほどから言いましたように 電圧を感じてチャンネルが開いて電気が伝わると言いましたね。でそうすると電圧の違いが分かるはずですから、ただ電気を今皆さんのあのなんていうんですかね、あれテスターか、テスターで測ればいい。だから、興奮してる場所と興奮してへん場所では先ほど言いましたように、チャンネルが開いてるのと開いてへんのがありますから電圧が違うわけですね。でそうするとこことここに電極を当ててテスターのように開くと、要するにあっとこうちゃんとあの反応があって、しかも興奮した時にはピンと上がるっていうのが分かります。で同じ原理をですね、もうあらゆる神経に使えるわけですから、要するに細い電極を猫の脳に刺してですね、でどこが反応してるか、どういう反応してるかということを調べることができます。ただ神経で先ほど言った1000億個あると言いましたから、どれが反応してるか分からんことの方が多いですよね。その代わりにこの場合はちゃんと反応を記録した後ですね、色をつけるんですね。ちょっとあの記録した後ひょっとこう注射器でここにだけ色をつける。でそうすると自分が見とった細胞がどうやったっていうのが分かります。これしかし1000億個あるところでやらないかんか大変なんですね。だからもうあの僕もやっぱり神経科学やらへんだったのも、僕らの時代はこれしかなかった。そうするともう我慢強くてですね、まあ、あの一日中も他のこと全くせんと、ただただ猫の頭つっついてる人しかできへんね。だからやっぱりこれはあのなかなかやる気が起こらなかった。でただですね、まあ、僕らの場合それはもちろん人間はこういうことはできないわけですけれども、実際にはやっぱりした人がおるんですね。でそのおかげで先ほどのこの皆さんの手のエリア、顔のエリアっていうのが分かったんですね。でこれがカナダのお医者さんでペンフィールドっていう人で、これはあの脳外科の手術の時にですね、ピッピッピッと刺激したんですね。だからはっきり言うと電気で刺激すれば皆さんは手が動かすし、電気で刺激すると感じるんですね。やっぱりだから今は手が何か感じてるっていうことで、昔は脳外科あの局所麻酔でやってますから、実際にあのちゃんと口も聞けるんですね。でこうついて今何感じたって聞くとですね、ちょっと今あの手の方がムズムズしましたっていうのを聞いて全部一つ一つ書いていったわけです。でそれがこの結果になってるんですね。で実際にはもう500人ぐらいの人でやったって言うてますから、まあこれ大変な人で、この方もやっぱりちゃんとノーベル賞もらってるんですね。で、このおかげで、実際に人と分かることは、刺激すると皆さんあの先ほどあの猫であの電極を刺して電圧を測れば興奮が分かる、逆に電気で刺激されしてやるとちゃんとそれが何してるかいうのが分かりますよね。だからもう基本的には電気の活動やということを考えればいいわけですね。でそうするとですね、実際に昔はあったんですが、精神科 の, あの病院に行くとですね、電気ショック療法っていうのがあった。でこうガッとこうあのかましてボーンってやるんですね。でもう今はもうそういうのはいかんということでやってませんけれども、まあ、しかしある程度おとなしくなったりするんですね。それからあのいろんな本人は出てるんです。症例報告を読むと面白いですね。電気ショックで、まあ、おとなしくなるのは、まあ、あんまりいいことないかもしれませんけれども、雷に打たれて急にピアノが弾けるようになった人っていうんですね。でちゃんとそういうあの報告があります。ですからまあそういうのやったら打たれたいなとは思うけれども、なかなかうまいこと打たれるかどうか分かりませんから、まあ、あんまりその雷の時には外出ん方がいいと思いますけれども、まあ、しかし同じものを使ってですね、今では例えばパーキンソン病の深部刺激療法というのをやってます。でそこを刺激してやることによって、そのパーキンソン病で、起こってくる運動の障害を取る。
あるいは、そういうことをやろう。で今やっぱり電気の刺激として、いろんな形で、皆さんの脳をある程度コントロールできないかということが行われる。それは何よりも先ほど言いましたように全てのネットワークが基本的に同じ原理でできているからなんですね。でこれがすごいことです。でただですね、電気刺激というのはどんなちょっと難しいので、最近ではですね、この、TMS と言いまして、実際にはマグネティックですね、だから電磁波で電磁波を脳に当ててコントロールするということをやろうとしています。で実際にですね、こういうコイルをやって、コイルをやると結局は電気ですけどね、フィールドで電気のフィールドを変えてやることで、例えば海馬というところにやるとですね、記憶力が良くなるという論文なんかも出てますね。でしかし、これから本当に、そういう方向で操作することが許されるかどうかは議論していかないかんと思うんですね。でやっぱりこういうふうに電気で刺激でき記録できるということがやっぱり脳の研究の基本なんですね。でそれがですね、最終的に皆さんが知ってる脳波っていうのにも使われてるわけです。で脳波の場合は一個一個の神経ではなくて、その頭蓋の外まで来てますから、なんとなく電気活動全体を見てるわけですね。ですからはっきり言うと、どう言いますかね、かいところを服の上の上から書いてるみたいなもんやと思って。でところがですね、実際に動物だとある場所にこういうたくさんの電極を入れて、同時にいろんな細胞が活動しているかどうかを調べることができます。でこのおかげでですね、例えば、皆さんのがどっかを歩いているときにある場所に来るときちっとそこが興奮する。で脳の中にちゃんと地図が書いてあるということが分かって、ね、これはノーベル賞ですよね。皆さんこれ実際ノーベル賞委員会のやつを訳したところから持ってきてるんですけれども、ノルウェーのモザーさんたちが脳の中にも GPS があるということで、ノーベル賞をもらわれたのもこういうたくさんの電極で同時に記録するとある場所に来るときにはここだけが反応するというのことが分かったからなんですね。ですからやっぱり電気をレコードする、で電気をちゃんと記録する、あるいは電気で刺激するという研究が今でも動物ではやはり重要な、神経の研究 の中心になっています。でところがですね、先ほどから言いましたように神経というのはいろんな伝わり方するし、いろんな形してるし、いろんな、どう言いますかね、その、全部電気では共通だけれども、それぞれに全部違いを持ってるわけですね。でこれはですね、電気だけではちょっと分からへん。電気を使うと何でもかんでもみんな同じに見えちゃうね。だからその代わりに何をやるかというと、今これは21世紀になってから初めてできるようになったんですけども、光遺伝学っていうで光で神経の活動をちゃんと見つけていこうということを今やれるようになってですね。でこれはですね、しかもある特殊な細胞だけを狙ったところをちゃんと調べることができます。で今日ちょっと来る前に読んでたんですけど、明日うちのブログに使おうかなと思ってて、でそれをもう早速取ってきたんですけども、なんとどういうことをやるかというと、ある場所の特定の神経がカルシウムで光るようにしておくんですね。で先ほど皆さん思い出してください、シナプスはカルシウムのチャンネルや、だからシナプスが活動するとカルシウムが入ってくるわけですね。そうするとカルシウムが入ると光るようなものを入れておくと、一個一個の細胞のシナプスが全部光っているのが分かります。でそれをですね、なんとこう何て言うか内視鏡みたいなものを脳に、これネズミですから心配なく脳に入れてですね、この場所をずっと観察するんで、この実験ではなんと60日観察して、でその間別にネズミはぐっとこう固定しとるわけないです。自由にとは言わへんけれども、これちゃんと
GPS みたいなので電波がちゃんと出てくるんで自由にこう動かしておくんですね。自由に動かしながらここだけまあまあずっと記録していくと、例えばメスがメスに会った時にどの細胞が反応するかとか、それから一回セックスした後はもっと多くの細胞が反応するとか、そういうことがみんな分かってくる。でこれは感情に関わる場所で、こんな脳の奥の奥までですね、動物だとたくさんの反応を拾うことができるんですね。ですからこのおかげで、今あの急速にいろんな感情であるとか行動が研究されている。例えば皆さんが眠たくなる、なんで眠たくなるのかっていうのはあの場所が分かっています。ですからそこをプッと光に刺激するともうネズミはあっという間に寝ますね。で逆のところをやるとあっという間にあの起きますし、それから眠りでもですね、2つのタイプがあるんですけども、レム睡眠とノンレム睡眠で、まあこれは何か気にせんでいいですけども、それをピュッとこうスイッチすることで、そのぐらいあの場所で全部あのいろんなものをこうコントロールができる。で記憶もですね、ちょっとこう思い出させたり思い出させないようにするということができますから、まあ、あのかなりあの恐ろしいといえば恐ろしいことができる時代が来ていると。それからですね、もっとすごいのはやっぱりその先ほど言ったシナプス、一本の神経にシナプスがこうついてるわけですね。でこれはあの記憶の記、あと、ま、あの2日目に記憶をやりますけれども、記憶の時にものすごく大事なことです。でこの一本の神経にいろんなあの神経からそのシナプスが来てるんですが、それをですね、なんと一月にわたって一本の神経をずっと生きたまま見るんですね。生きたマウスの中でですよ。でそうすると、その一本の神経にいろんなものが出たり入ったり出たり入ったりしてる。だから皆さんの神経の中ではもう本当に毎日毎日ですね、違う神経とひっついたり離れたり、ひっついたり離れたりしてる。でもっとすごいのは、これはまああの詳しく言いませんけど、一晩寝るとですね、まるっきりまた違うものに変わるんですね。ですから皆さん夢を見たりいろんなことをされるのは重要なんです。でそれはそれによってこの細胞と細胞のなんか結合の違いをもう一度しっかりしていくんですね。ですからやはりこういうことが見えるようになったというのは、そう、これも全部21世紀になってからです。2000年以降ですね。それでさらにですね、あの刺激ができるということですね。先ほどは 見る方ですけれども、これマウスにこうレーザーがピカピカ見えてますよね。だからある場所だけを刺激する。でそうすると先ほど睡眠で言いましたけども、このノンレム睡眠をここだけピュッと刺激してやるとレム睡眠に変えることができる。でこれなんでこんなことできるかというとですね、実際にはシナプスはカルシウムが流れてくればいいわけですね。で幸いにね、バクテリアの中にはですね、光に、僕らのシナプスは電圧でカルシウムが流れます。ところがバクテリアの中には光でカルシウム流すやつがおるんですね。だからこの光でカルシウム流すこのチャンネルをマウスの中に放り込むと、光を当てるとちゃんとあの刺激が入るんですね。ですからこれを使うと本当にあのピッと光を当てるとマウスがパンとこう変わる。それも何日も、なもうそれこそ60日とかヨーダー自由にこう、動かしながらやれる。でこれは別にあの光でなくてもよくてですね、このチャンネルさえ開けばいいんで、あの磁石で開けることも今はできます。だからマウスがふーっと磁場のとこを通ると急にポッと寝る。だからそのぐらいのことが簡単にやれるようになってきてて、これはあの人間でやったら大変だなと僕はいつも思いますけれども、まあ、あのこのおかげで、脳のことがよう分かってきた。でもう一つですね、脳を研究するためにはどの神経とどの神経がつながってるかっていうのを見ないかんのですけれども、例えば先ほど言いました1メーターの神経であるんですね。そうすると1メーターの神経がどこに行ってるやろうかっていうのを、要するに先ほどの電子顕微鏡で見るっていうのはほとんど不可能です。
どんなに先ほど一本のシナプス見ましたけど、あれ短い、もう本当に1ミクロン2ミクロンっていう、まあもうちょっと大きいかな、まあ、10ミクロン程度のところで見てるわけで、実際1メーターの神経でこっから脳に行ってるなんて見つけることはできない。でこれをですね、できる方法があるんですね。でそれはなんと狂犬病のウイルスを使う。で狂犬病のウイルスで皆さん噛まれるとですね、脳が侵されますよね。でそれはこのビールスがちゃんとこう神経を伝わっていって、でシナプスを越えて隣の神経に要するに伝わるからなんですね。これでやっぱり狂犬病が起こるんです。ですから神経を伝わって脳の神経に入ってくるから狂犬病になるんですが、これ狂犬病になったらもちろんマウスも困りますから、この狂犬病で悪いことする遺伝子だけを除いておくんですね。だから狂犬病で細胞が死んだりすることだけせえへんのにすると、ビールスだけが動いて、で例えばここに色をつけときますと、この神経から次の神経どこに行ったかというのが全部わかる。どんなに長くてもわかります。ですから目の神経がどこに行ってるかというのがもう完全に今はわかるな。でこれは大きいですね。ですから今言ったように神経一個一個見る、あるいは一個一個刺激する、電気も使えるし光も磁石も使える、それから、どことどこが結びついてるかということが、これ全部21世紀になってからどんどんできるようになったんですね。ですから急速にこの分野は進展しています。ですから動物の脳科学は進んだよね。で人間ではこういうことはやっぱりやったらいかんと僕は思いますけれども、では人間の方はどうなのか。でこれはまあ皆さんにも関係ありますよね。で人間の方はどうかっていうとですね、やっぱりあんまりたくさん方法はないです。で電気的に調べるっていうのは先ほど深部刺激であるとかいろんな話をしましたが、まあ一部のところではそういうことをやられますけれども、人間の脳の活動の場合はほとんどこの3つの方があって、ペットと MRI ともう一つ後で、この光トポグラフィー法というのがあります。でこの3つが中心になりますね。で井村先生もその先端医療財団を、まあ、ですからこういうものをちゃんとやれるようにしようというので一番最初はスタートしてるんですね。でしかしこれで何見てるかというとですね、別に神経の興奮見てるんちゃうんですね。ある場所にたくさん血が流れてるということしか分かりません。ですから興奮してるところにはたくさんエネルギーがいるので、そこに血をたくさん流すということを使って見てるんですね。ですから実際にほとんどの場合、まあ、先端でもやってるのはこのグルコース代謝っていうのを見てるんですけど、グルコースの取り込み中のブドウ糖をたくさん取り込むのは活性化されてる神経ですよね。だからブドウ糖をたくさん取り込んでるところは活動してる。で逆にこれ脳卒中起こってるとですね、ここは活動してませんから白いですよね。で MRI でも見えるし、もちろんCT でも見えるんですが、このペットで見るとここが活動してへんというのが分かります。で逆に他のというかね、周りだけでが、これはちょっとどこでもやってるわけじゃないですけれども、いろんなある分子に対するものをリガンドを使うとこういうことは分かりますが、まあ、基本皆さんが例えばペット検査を受けられるというのはこの検査です。 FDG の検査で実際に脳の場合は活動してるかどうか。で例えばがんがあるとですね、そこはもっと活動しますから、ペット検査というのはそのがんを早く発見するのに役に立つんですね。でもう一つがファンクショナル機能 MRI 検査ですね。でこの MRI っていうのも基本的には水の動きを見てますから、結局ここに活動してるっていうのはここにたくさん血が流れてるということが分かるだけなんですね。ですから、まあ、皆さん手を挙げていただくとですね、例えばゲームをやってもらって、でその時にどの脳が活動するかっていうのをやっているような仕事があります。例えば一番僕が読んだ中で面白い論文なんかはですね、20人ぐらいの人を集めてですね、
でみんなこうペット検査やる、あごめんなさいの、MRI 検査やるんですね。でその時にですね、皆さんに株ゲームをやってます。株ゲーム、株式ですね、株式のゲームで、株式 の、 上がったり下がったりはこちら側でこの要するにコントロールするわけですね。で、まあ、だいたい20銘柄ぐらいで上がったり下がったりさします。で今みたいにちょっとバブルっぽいになってくるとみんな不安を感じるから同じようなところがわーっとこう活動するんですね。あちょっとこれやばいぞと。でしかしですね、ほとんどの人はやばいぞと思ってももう一つのところが活動しない。でもう一つのところは何かというと、やばいと思ったら売るというところで活動する人がいて、でやばいと思うときにすぐ売る人と株を売らない人、ずっと持ってる人に分かれるんですね。でそういうことまで分かります。ですからやっぱりこの MRI 検査というのはなかなか面白いんですが、それ以外にですね、まあ、いろんなこと本当は分かるんですけども、例えば分子の例えばシナプスで使われている分子も分かりますし、最近一番よく使われているのはですね、この場所と場所のつながりを、神経繊維のつながりを見るというソフトウェアができているんですね。でこれは水の動きですから、神経の軸索があると水はそれに沿って動きますから、でそれをちゃんと調べるとですね、皆さんの頭の中のどことどこがどういうふうにつながっているかというのが分かります。でこのおかげで例えば今までなかなか手がかりがつかめなかったような自閉症であるとか、そういう複雑な病気が徐々に徐々に分かりつつあるという状況ですね。でもうちょっと簡単なのがこの光トポグラフィー法で、例えばうつ病の診断なんかとか、それから、まあ、子どもなんかにはもともと分かりやすいので子どもにはよくやります。で MRI 皆さん検査を受けられるとカンカンカンと時間かかりますけど、これやと、まあ、何の音も何もしませんし、実際何を見てるかというとヘモグロビンの色を見てるんですね。だから頭蓋骨を通って見えてくる遠赤外光を見てるわけです。だから結局は血流を見てるんですが、子どもの方が頭蓋薄いですから見やすいですね。だから子どもの検査なんかにもどこが活動してるかっていうのを脳の検査にはよく使います。でこういうふうに、結局人間の場合は圧倒的に、一個一個の神経ではなくて全体の中で血流がどう変わっているかということだけを見ます。で唯一例外がですね、この転換の患者さんにですね、どこから転換が始まるかを調べるために脳の中に電極を入れることがあります。でこういう時にいろんなことを記録することがありますけど、この結果と実際に皆さんが普通に行われる脳は、これは要するに全部電気ですから、こうものすごく神経細胞に近いところの記録と、それから離れたところの記録を合わせて脳波の意味とかいうことが今研究されているわけですね。ですからまあこういうものを合わせて今人間とそれから動物の脳が研究されています。ですから動物の脳で分かったことをこういう、まあ、雑ですけども雑な方法で人間で調べるということを今やってるわけですね。で実際にですね、刺激実験はやっぱり人間では難しいですけども、最近面白い論文があってですね、なんとやっぱりそのカナダのペインフィールドのとさんと一緒で、なんとこう音楽の先生にですね、手術中にサクソフォンを吹かしたという論文が出てるんですね。ちょっとこれを YouTube があるんで見てもらうとですね、こう要するに今手術中にちょっとサキトンを吹いてよって言ってやるんですね。でこれ何のためにやってるかというと、音楽のエリアっていうのは分かってます。で皆さんもしそこが卒中で障害されるとですね、言葉も全部どうもないのに音楽だけ分からないということになります。でそういうところに
ちょっと刺激を、先ほど言った電磁波の刺激をやるんですね。でそうするとですね、音楽を弾けなくなる。でそういう実験が今、まあ、やってる人はやっとんですね。まあ、しかし、まあ、これ先生がそういうこと言うてはるけども、まあ、基本的にはあんまりやらん方が僕はええと思いますけれども、実際に直接刺激実験というのは、まあ、そういう方法を使わざるを得んわけですね。でもう一回戻りますけれども、ですから結局刺激実験を、まあ、あるところではやらざるを得ない。でしかしながら先ほど言いました、最近だとトランスクラニアルといわれるその外側からある場所だけを刺激することができるようになってきて、これはねかなりいけるんじゃないかと僕も思いますね。でそれはですね、これ驚くことに、まあ、この2つの領域があるんですけども、 MFC って真ん中のものと横の、あの場所をですね、その先ほど言った電磁波でですね刺激するんですね。あ、YouTube これはこれでいいんやな。それでですね、これもこの面白い、この研究も割と最近なんですけども、これ見ていただくと、こことここを同じ周期で刺激するんですね。だから外側からですから、あの中に何も入れてない、脳外科手術もいらんのですから、皆さんのここにあのコイルを置いて、ここにコイルを置いて、同じ、まあ、位相で刺激するんですね。でそうすると、要するに、まあ、あるこれあのゲームやってもらうんですけど、ゲームの成績がガーンと上がります。でところがですね、逆、こちら側が高いところにこちら側に低い刺激をやるとですね、もうゲームの成績がドーンと落ちる。だから A という場所と B という場所を同期さすと、皆さんの脳ではやっぱりちゃんと、なんていうかな、いろんなあの課題ができるようになる。だからそういうことが分かってですね。で実際に夜寝てるときに、あの夢を見るときもそういうことも分かってきています。例えば皆さんのずっと記録してると、全然思いもかけないところにものすごく速いあの波が出てきます。でそれは同期して出てくるので、それは皆さんが夢見てられるときに、例えば聞いてるのと見るのというようなことを同期させて、もう一度夢を作り直してるんですね。だからそういうことがもうどんどんこういうことがで分かってきて、それをもう一度起きている人でやってみると、やっぱり記憶がようなるとか、そういう話がこれからどんどん出てくるだろうと思う。でこれをやるかどうかは皆さんがあの考えていただいたらいいと思いますけれども、まあそういう意味で、であと残りもうちょっとだけの時間でですね、次は記憶の話しますけれども、ちょっと時間ないかな。次はじゃあそしたら脳の発達と可塑性と記憶の話をして、ですからまあ今日はそれから方法論のところまでで、あとは今度は人間の話を中心にやりたいと思う。ですから次はですね、まあフロイトから始めますので、まあ期待しとってください。で一応今日はもうあと15分しかないので、皆さんの質問を受けたいと思いますけれども、どうぞもし質問があれば。はい、どうぞ。マイク上げて、耳が悪くて。藤木と申します。先ほど先生が言いました、あの血流という話がありましたけれども、ということは結局はですね、酸素の供給量というのは関係してくるわけでしょうか。そういうことです。酸素だけではなく、もちろんブドウ系、はい、実は私脳梗塞、高次脳機能障害を持ってまして、はい、で非常にいろいろこのことを本を読んでるんですけども、今の先生のお話でちょっと考えることいろいろありました。まあ、どういうことね、脳の可塑性の話ですから、はい、そうですね、それをちょっと再度お聞きしたかった。はい、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、マイクが、はい、すいません、
そうしましたら、先生どうもありがとうございました。一旦これより質疑応答ということで、時間に今一つご質問いただいたんですけど、入らせていただきたいんですけれども、本日の講義につきましては、この講義内容も、それからこの質疑応答も声だけなんですが、皆様の講義の内容を YouTube の方にアップさせていただきたいと思います。講義の内容も、それから今から始まります質疑応答の内容も、もしお声だけでもそれが困りますということがであれば、その部分で伝えていただきましたら、そこの部分はカットさせていただいて放送させていただくようにしますので、そこのところを先にお伝えさせていただきます。そうしましたら質疑応答を続けて、まあ、YouTube 見てもらえば復習もできますから、はい、この方先ほども言いました、この YouTube に関しましては、今先生が所属されておりますオールアバウトサイエンスジャパンのホームページの方から入ることが可能になりますので、先ほど先生が言われましたように、復習も兼ねてそちらの方ができるようになります。はい、そうしました質疑応答他に受け付けさせていただきますけれども、もしご質問されたい方がございましたら、手の方を上げていただきましたらマイクの方を持ってまいりますので、どうぞ手をお上げください。はい、貴重なご講演ありがとうございました。最初の方のパワーポイントで、神経細胞ですかね、はい、ずっと枝の入ってたやつありましたね。もっと2番目ぐらいですかね。そうですね。いや、もし、形、はいはい、それはそれどうなんですかね。それ全体が一つの単細胞になるんですか。全部一つ一つが単細胞です。単細胞になるわけですか。で、大きさも全部違います。大きさも違う。ものすごく大きな神経細胞あります。その場合にそのいろんな枝のところにシナップ、そうです、つながるものがあります。つながって、はい、何するということですね、はい、だその普通細胞というと、まあ、丸っこいものをこう相当して、で、まあ、代謝とかいうのはありますよね、はい、この場合の神経細胞というのはすごい代謝してます。代謝してるんですか。ですから先ほど質問出たように、その酸素もそれからブドウ糖も必要になるんですね、うん、ですからちょっと今お話しされるとですね、そこがカーッともう働いて、うん、そこへすごいブドウ糖と酸素がいってますわ、うん、それとですね、2番目の問題ですけど、うん、雷のショックでピアノを弾けるようになりました。そうそう、それは僕も誰の論文で読んだのかな、いやそれでね、はい、質問はその場合一旦そういう刺激が歴されると、それは持続性があるものなんですか。持続性ありますね。あるんですか。そう、思い出した。ですね、ご存知かな、レナートの朝って有名な映画があって、それを書いたマイケル誰とか、有名なニューヨークの精神科医が、はい、いろんな症例をやっぱりちゃんと書いてるんですね。でその中に、音楽の教育を受けていたけれども大学の先生になって音楽をそんなにはしてなかった人がちょっと外で、まあ、電気に打たれてですね、で本当にピアニストデビューまでしたという話が書いてありますね。そういう例から言うと、その電磁波で刺激を与えると才能も開花ができたり刺激させたりすることもできるという、あると思いますね。ですからまあ、おいおい話をしていったらいいと思うんですけど、脳の先ほど脳の力ってすごいと思うのは、他のことを忘れてしまうとですね、もうすごいことができますね。でサバン症候群という病気があるんですけども、本当にピアノも上手でいう子がいるんだけど、その代わりに他のことできないですね、うん、ですから僕らはいろんなことができるいうためにその能力を犠牲にしてますけれども、で練習しないとダメなんですけれども、ある場所がもう全部こう脳はそのままで、どういうかな、その場所が全部空いてしまうとそこを使ってですね、うん、いろんなことができる、うん、だから昨日一昨日ちょっと僕もうちのブログで書いたんですけども、なんていうかプロ野球の選手でいうとですね、
右投げ左打ちがいいですね。でそれは何でかというと、はい、松井秀喜、はい、一郎、はい、それから清宮、誰だかな清宮幸太郎、はい、あれみんな右投げ左打ちなんですけども、はい、これ結局右投げの人が、左で打つということはすなわち極めて難しい、まあ、プロの選手で僕らとも全然違いますから右と左を両方使えるようになるわけですよね。やっぱりそれは成功するもとやろうなっていう話になってますよね今。それともう一つですね、今あのイオンチャンネルのお話で、はい、あのカルシウムがシナプスの辺に、ね、はい、あれに重要な役割とするということですが、やっぱり人間の体では自分ではカルシウムは作れないわけですよね。作れます、食べないとダメですね。作れません、作れるんですか。作れませんね、はい、だからやっぱりカルシウムは補給する必要があるというか。そうです、ただですね、カルシウムは欠乏すると、僕らは骨でカルシウムを持ってますから、ああ骨を溶かしたり、ああ、供給やったり、そういうことでカルシウムの量を調整することはできます。実際あのシナプスだけじゃなくて心臓がそうですから、カルシウムがなくなるともう大変なことになります。はい、なるほど、はい、でもカルシウムの供給がなくなると、自分の骨を費やしてカルシウムを供給、そういう指令もやっぱりどっか出るんですか。はい、もちろんどう言いますかね、いろんなホルモンの場合はいろんな指令があってですね、カルシウムの場合はな3種類ぐらい今分子が知られてますけども、例えば物理的刺激も大事ですね。で、物理的刺激があると、まあ、破骨細胞というのが活性化されます。それから、他にも、いろんなホルモン、例えば女性の場合に骨粗鬆症にはなられるというのは、やっぱ閉経期以後なられるというのはやっぱホルモンの変化でそういうことが起こったりしますから、まあ、いろんな理由でその破骨細胞の活性が変わるということはありますね。だからそれは実際に僕らがどんどん心臓を動かすためにおかしになっていると思う必要はない。もう一つよろしいですか。はい、そのチャンネルの話で、その蓋してるところで、スイッチですね、スイッチのところで、その上と下 の要するにイオン濃度が同じであれば開かない、ね、そのまま全く動きます。そこに何か刺激が入って差ができるから、実際にはですね、神経がちゃんとポンプで組み上げてるんですね。ですからこれダーッと入ってくるとですね、これ困りますから、実際にはこれをもう一度外へ逃がすっていう仕組みがあって、でそれは神経の興奮とは全然無関係に組み上げます。実際にはですね、これがバーンと開くと、逆の方 のカリウムのチャンネルが動くんですね。でカリウムが外へ出て、埋め合わせをして、もう一度戻ってくるときにカルシウムがもう一回外へ出る、あるいはナトリウムが外へ出るということをやってます。それは健康な人間にとってできるけども、病人だとできないということですね。ですから実際にはそれをこのチャンネルがないとですね、大変なことになりますから、基本的にはやっぱりこの正常でない人はもう生まれてこれないですね。でただここ の反応がやっぱりちょっとおかしいっていうのが転換とかですね。なるほど。ですからものすごく刺激されやすいとか、そういうことが起こったりします。はい、どうもありがとうございました。他にございませんでしょうか。後ろに、今日のお勉強とはちょっと違った質問なんですけど、無神経とそれから何でしたっけ、神経に触るとかいう言葉がありますよね、はい、それはやっぱ頭の神経から来る言葉ですか。神経質とか、神経質か神経質でないかっていうのは、はい、後でまた出てくると思いますけど、感情とかですね、そういう話と関わりますね。すなわち僕らの行動ってですね、なんか難しいこと言うようで、基本的には感情に駆られて動いとんですね。で、その感情の、どう言いますかね、駆られ方によって、それからその感情の影響され方によって、
どんな人とどんでない人がいます。で例えば極めて病的になることありますね。例えば自閉症の子どもさんなんかはやっぱり強く抑制されてますから、外側から見てやっぱりなんか反応性がない、神経がないように思っちゃう。一方その逆の病気もあって、ウィリアム症候群っていうのがあるんですけども、もう本当に人の懐っこくてなんかもうすぐ誘拐されそうな子どもおりますね。でもやっぱりそういうようなところで結局はその脳のそのいろんなバランスの違いだけでそういうことが起こるので、やっぱり最終的にはやっぱり教育とかですね、そういうことで何か可塑性を出していきたい、まあ、この辺の話をしたいなと思ってますけど、はい、他にございませんでしょうか。はい、はい、すみません、藤田言います、ありがとうございます。はいはい、すみません、最近なんですけど、私歴史好きなんですけど、はい、歴史上の人物をこの脳科学という点からよく番組なんかで評論されてる中野の信子さんとかいらっしゃるんですけど、もう僕も存じ上げないんですけど、はい、結構世の中で人気があるんですけど、はいはい、やっぱり歴史上の人物なんかでしたらそういうふうに脳科学的に信長の残忍性はこういうとこから来てるんやとか、家康の忍耐性はこういうとこから来てるんやいうのはやっぱり言いやすいいうか、はっきりある程度分かってるいう感じもあるんですかね。いや分かってないと思いますね。これ歴史の問題っていうのがあって、でそれはですね例えば、信長の例えば桶狭間の戦い考えてもらうと、ほとんどの小説にはかっこよく書いてありますね。あと山のところからその嵐をついて下に駆け降りてっていう話で、それは基本的には信仰後期っていう本に載ってるんですね。すなわち信長公の公の記録っていうの。でしかし歴史家は絶対それだけ信用しませんから、その実際には、武田の、患者が書いてある、武田がやっぱりいろんな人を放ってですね、そこを記録してるんですね。だから今がもう別にそれで何て言うかな、完全に滅びたわけじゃないんで、今側の方の記録もあるわけですね。ですからそういうものをみんな集めて一つの記録を作っていくので、やっぱりなかなかその性格をそのまま今の何て言うかな、書いてあるものだけから信用してやると問題あるんちゃうかな。ただですね、唯一ひょっとして将来可能性、日本の場合は難しいんですけども、ゲノムっていうのがね、で今いろんな人の、いわゆる歴史上の人たちのゲノムが調べられてます。で最近やとやっぱり2014年にショパンの心臓の一部ゲノム取っていいっていうことになって、例えばショパンのゲノムはまた出てくるでしょうね。それと同じように、例えばイギリスの、シェイクスピアがですね、もう根性悪の典型に書いてるリチャード3世で、リチャード3世の骨が何度出てるんですね。で多分ゲノム出てきます。ですからそういうものの中で明らかにその、例えば今僕らが知っているその精神的な病気の、遺伝子が分かったりするといろんなこと言っていいと思うけれども、やっぱり書いとるもんからだけで、判断するのはやっぱり本当は良くないんじゃないかなと僕自身は思います。はい、ありがとうございます。すいません、そうしましたらお時間が参りましたので、この辺で終了、すいません、もう一つだけ質問がありましたようなので、そちらの方を伺います。すいません、どうもありがとうございます。今日 の、 この説明をお聞きしまして、はい、一応基本的な人間のあるいは動物の基本的な神経の、伝わり方とか働きとかいうのをお聞きしたんですけども、これは全ての人間が自動的に機械的に行われるそのことだと思うんです、基本的に、はいはい、だから最初の話で心と体の方の働き
そうですね、まあ、あの心の方の、なんていうかな、動きを支えるメカニズムで終わってますね。ですよね。でこれから、はいはい、まあ、人間の、はい、まあ、そこに必ずその説明を求める気はないですが、まあ、もうちょっと人間のザクッとした話をしていこうかなと、まあ、はい、あの、まあ、経験的なあの私たちの感覚から言うと、はい、逆さ、あのこういう研究者の基礎研究じゃなくて、例えば脳科学によって私たちが意思によって、あるいはあの意識的にこの今日の説明の電気の流れを変えられるとか、そういう何か外からの力によって変わってくるとか、あのそういうことは脳科学で分かってますでしょうか。要するに自分で自分 の, あのどう言いますかね、例えばこれから説明しますけれども、そのシナプスの作り方とかいろんな伝わり方っていうのを割と変えることができますね。で変えるという一つの方法の大きなものが経験なんですね。なんかずっと頭の中で考えたそれで変わるもんではないけれども、例えば夢見るだけで変わります。ですからそういう経験を使うことで人間の脳を書き換え方を変えるということは多分できる。それはまあ仏教の修行とか何かこう宗教的な感覚とかそういうものも含めて、そういうことは自分のまあ意思も含めて、あの宗教的な問題でいうとね、やっぱり先ほど、まあ、後でまた出てきます感情っていうのが大きいんですね。で僕たちの行動とか書き換えをどのぐらいやるかっていうのはですね、実際まあ多分あの僕らはもう全てを全部覚えてたり認識してたら大変ですよ、生きておきませんわ。それ逆にほんの一部だけを僕らは全部こう自分のものにしていってるわけですね。ですから見てると思ってても見てへんことが多いんです。でしかしそれをたくさん見るかどうかっていうのはやっぱ感情に支配されることが、でそういう意味では例えば宗教的体験とかそういうものは感情にものすごく影響しますから、そういう信じてる人にとって感情を刺激するからよりよく記憶したりとかそういうことになると思いますね。ですからあの脳科学的に説明すると基本的には全部感情の問題に行くんではないかなというふうに思います、ね、脳科学的にはもう全て感情の問題に行ってしまう、そのそういうものはですね、特にあの一番行動の、結果を大きく作用するのはやっぱり感情でしょうね、はい、ありがとうございます。はい、それでは、お時間が参りましたのでこの辺で終了とさせていただきます。西川先生、本日はお忙しい中本当にどうもご講演いただきましてありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。そうしました。次週11月14日に引き続き